なと思ってからさ。で、それでも、なんかこう、話し相手になるというか、相談相手になるというかね、この人と話しよったら、気持ちが整うなとか、こう、気持ちが、こう、と、ね、なんかこう、いい感じの方のプラスになるなっていう人と出会えるとやったら、なんかそういう人がおったらいいなと思ったっちゃけど、ちょっとそういう人と出会わんかったわけよね。だけど結局まあ窓口に今回もちょっとこう、お給料を変えたことで行くって何ヶ月、10月中に行っとってくださいって言われたけん、行く場所は分かっとったけん、こう行ったったよね。そしたらさ、私みたいに代表取締役本人が来たら、要は同意書とかほら、なんか一筆なんとか委任状みたいなのがいらんやない。ね。で、結局受付に来てる人って、要は、会社のそういうことをする業務の人やけん、要は、そういう書類をわざわざまだ会社に取りに行かないといけないという、こう、ほら、大変な、こう、作業があるわけね。その会社がすぐ近くがなかったらね。で、それで、パソコンで作ったような、紙やったら、それが、要は、同意書というか、委任状代わりになるわけだ。ね。たら、それって、本当に委任したとかなんかがわからない、ただの形式じゃないですか、とかなんとか、とか、だから窓口でぐーっとこれ、ごねようわけ。じーと渡された、それ私ね。で、それで受付の人とか私とか苦笑いしてさ。まあ、だけどね、一応、あそこ、大口先生が教えてくれとったのはね、窓口に行く前に何の書類が必要なかを、とにかく、几帳面で全部調べてから、で、行ってくださいって言われたわけ。で、結局、ちゃんと正しく書いて、郵送すればいかんでも言っちゃうけど、ほら、正しく書く自信がないけどさ、だけ行って、こうしてこうってこうやってね。だから私の場合はちょっとまあ、窓口でスムーズに済んだっちゃうけど、まあ、とにかく、窓口に来る、人がさ、なんていうと、公的な場所に行った時は、もうなんかこう、ほら、矛盾とか、ね、それからなんか、なんていうと、一回ぐらい因縁つけとかないかんみたいな感じが、一つが仕事みたいに思い込んどんしゃもんやけどさ、もうこんなのちゃんと手続き、もともと準備整えてきとけばさ、ああでもない、こうでもないって言わんでいい仕事やないと思って聞きよったっちゃけどね、なんて言ったらいいとかいな。昔はなんかそんなこと言うのも仕事のうちみたいな人おったもんね。なんかある意味ほら今、カスタマーハラスメントとかさ、カスハラとか、松本もね、ちょっとこの毛があるって、あの人必ずいつもこんなところに、きちんとね、私以上に、要は、マイバッグを持っとうわけ。でもほら、男性がマイバッグ持っとうっていうことが、まあ、ちょっと珍しいっちゃろうね。私は持ってないよ。普通は。もう持っとう時もあるけど、持ってない時もある。まちまち。それこそ50-50。それで、松本は必ず持っとうわけだ。ね。そしたら、レジ袋は必要でしょうかって言われるのがものすごい嫌なんだって。無理やり売りつけろうとしよう、その感じが嫌だと。で、それはいちいち言うわけよ。責任者出てこいみたいなことやから、お願いやけんさ。レジ袋はご必要でしょうかって言われたら、こう無言で僕持ってますよって顔をすればいいだけのことやな、持ってるよみたいな感じで、もう大丈夫とかさ、なんでも入れませんって言えばいいんですね。っていうか、売りつけるその感じが嫌だらしいっちゃけど、なんて言ったら、ちゃんとね、エコに協力してますよっていう感じでさ、もうちょっとなんかスマートなやり取りをすればいいのに、この間ナフコで一緒にこうちょっと買い物しよったら、その受付の人がさ、ね、もう。というかなんかもう下打ちが聞こえるか聞くんかぐらいので私に聞こえて私結構耳あっちょっと向こうが遠いこうってねだなんか見てごらんもうそげなさ受付の人に下打ちやされよったってねって思うやんねだけやっぱこうほらそういうレジの人とか受付の人とかがなんか嫌だなって思うようなやり取りをしなければいいのになと思うのがねこれがねお茶で最上級のというかそれをしていて一番よく分かってるっていう佇まいがね亡くなられた総和先生が言っちゃったけど、ね、客ぶりのいい人になりなさいって言っちゃったってお客になった時に客ぶりのいい人になりなさいってそしたら客ぶりがいいとその場がもう最高にいい場所になるんだとそのお茶室の場所がねだからそれがまさにそれやねと思うと客ぶりがいいとそこが良くならんねえだけそのほら言い方とかなんとかかあれやったらほら上手に誘導してあげるとかさ、うん、っていうのでまあなんかね
若い時にはそのなんかこういっぺんガーッとか文句言ってみるとかなんとかなんとかとかいうのが仕事のうちぐらいに思っていう人を見て、あ、頑張ってるみたいな、あんなとこ頑張らんでいっちゃう、むしろむしろね、あので早くすまんかいなっていう顔もしてない、あ、なんか勉強になるな、なんかあこの人こうやって公的な機関でこうっていうのが仕事のうちと思ったじゃねえと思って、はあとかで、そんな時間ぐらいがあるんだったらさ、それこそいっぺん代わりにしちゃったとよ、また聞いちゃったとその人なんか、なんか言うために、そんなことしようぐらいの、本当整えてくればいいだけやない、それかむしろネットでちゃんと調べて郵送で済むようなことだね、うん、なのでまあでもね、もうそんなことばっかり毎日受け付けせないかんけん、もう受付の人たちも目が三角だ、うん、ね、うん、なかなかよ、だけやっぱ公的な窓口におる人たちも日々大変やねと思ってね、だけあの客ぶりのいい人になる、うん、っていうのがあの一番こうお茶でね、お茶に携わってる人で、あのあやっぱり佇まいが違うなっていうね、あのなんかな、あでね、あの鈴木先生、鈴木さんね、客ぶりのいい人なんよ、本当に勉強になるじゃん、うん、客あのあれなんよ、お茶席に入った時にね、あのよくここ気がついてこんな言い方しちゃったねと思うのね、あの3月のお茶会やったんで、そこに無事って書かれとったって、ね、これちょっといっぺん話したと思うんだけど、あの無事って大体12月の千秋楽というかね、今年も1年無事で終わってよかったってね、また来年に向けてあのまたねあれやねってことで、まあ特に年齢がいってくるとさ、その年を越せる、もしくはその今年の春の桜をまた見れるなんていうの、あと何回かわからんっていうのいうのがもうあのひしひとなってくるわけよね、80過ぎて85、90とかってなってきたらさ、まあそんな感じで無事っていう言葉があのものすごくこう噛み締めんしゃっちゃけど、あの3月のお茶会に無事って書いてた時に私あれと思ったわけよ。そしたらその時やっぱパッと見て年齢の多い人いけんということで、あの要するに鈴木先生がね、鈴木さんがあの消極になっちゃったんだけど、そしたら、はあ、こうやってね、あの無事にあの要するに利休期なわけだよね、だからあの利休さんが亡くなっても400回期でね、400年経ってもこうやってね無事にお茶がずっと続いていってるっていうのが、まあ、ある意味そのおめでたいというか、あのこうやってねずっとお茶が脈々と続いている、無事に続いているっていうことが喜ばしいですねっていうことを言いちゃったわけ、正客さんが、ね、そしたらその家計の人が、はあ、あのたまたまね自分が持ち合わせのものがこの掛け物しかなかったものですから、そんな気持ちにね お汲み取りいただきましてありがとうございますって言ってこうやり取りしんしゃうわけだ、okay、その正客さんがさ、その例えば3月に無事言ったら、なんかどういう意味でしょうかとかいうような質問の仕方しか信者連動と思ったら普通だったらね、そうじゃなくて、はあ、あのいいですねって、脈々とねこうやってお茶の心が続いてるっていうのがいいことですねって、うんぬんっていうかいうのね、そんなことでこう言いちゃってさ、さすがやなと思って感動したことがあったんだけどね、まあ、そんな感じで客ぶりのいい人になりなさいっていうのがね、宗八先生のメッセージでしたね。なので日頃からね客ぶりのいい人にならないかなと、自分がお客様に対してねいい感じの接客するっていうののその次の場合から言ったらさ、なんかほら一歩間違ったらサービス受けよう側、お金払いよう側の方が偉いみたいに思っとったりするやん、ね、いいサービス受けて当たり前みたいな、こんなお金払っとんのに金返せみたいなさ、じゃなくてそういうこうあれってこう思われた時にあった時は、なんかほら相手さんにもうちょっとこうほらいいなんていうかな、次につなげるようなクレームじゃなくてこう伝え方とかね、とかいうのとか、あとは自分が立場が強い場合ね、立場が強い時にどういうふうに伝えるか、これが客ぶりのいい人になれる、客ぶりっていうね、なるので、あ、なんかつながっていくなと思ってからさ、なんか行くとね勉強になるなと思ってね、そうやってね、なんかね、あでその着物ダウンっていうのはね、グッチが着物ガウンって言ってから着物のそういうのをねわざわざ提案しとったけどさ、今世の中そういう流れではあるっちゃけど技術が伴っていない、だけどさ、春町ボタンのその着物で SDGs の方向性から言ったらね、ちょっとそっち側に行きたいなと、ちょっとそこに悩みがあります。なので一応まあでもおかげさまで女家男はそうやってね、定期的に
で春待ちボタンもなんかたまたま390円のところはこう見に来ちゃった人に、あよかったらあのうぬってこうこんでどうのこんでこう生地の種類とかやったら、さすが詳しいですねって言った時、あ実はですねこの着物のことでこんなのしてますってボタン見せたったよね。だから作家さん作ろうとしました人たちはもんやけどさ、あのこれが39円は安いってもすぐ分かってくれんしゃってね、だポロポロって買ってってくれんしゃったけどさ、あのまあいいことやね。なんかうちらの窓店先もあのなんかあの何あのほらあんななんか強盗みたいなのに襲われそうなのを窓口売り場にわざとしてないっちゃうけど、まあそういう意味では良かったかなって感じはね、まあ、うちのあの路線この路線であの、まあ、やっていこうかなって感じはしましたけど、まあとにかく春バチカフェは開店休業状態だ、これ問題だけどね、ちょっといろいろありますけど、まあ、やれることをやるしかないということで、一応良かったです、あのこの書類を出せば一応合格ということで年内に着金するでしょう、もうね確定通知書やけど。